先制攻撃開始。行くわよ。バッチリ。ほら、決める。やっ。行くよ。私の出番ね。バッチリ。よし。まずいよ。なあ、なにこれ。終わらせる。完璧。なかった。まだ足りないわ。これから。念のため、行くわよ。倒す。バッチリ。と、行くよ。終わったよ。あたしの出番ね。仕方ない、仕方ない。ちょうどいいハンデね。仕方ない、仕方ない。ちょうどいいハンデ。バッチリ。ほら、この調子。勝利して着実に力がついてきたわ。念のため、そう、じゃあ任されて。仕方ない。これくらい。
べき。倒せた。行くわよ。シノ、頼む。念のため NPC のセリカ、セリカ・クレイトン。
もう少し突っ込んでリリーやアルたち NPC の素性を調べてみよう。もしクレアの中身が行方不明になっている娘さん本人だと分かれば、ヒイズミ刑事も警察の力を使ってみんながどこに監禁されてプレイさせられているのか捜査に乗り出してくれるに違いない。あれ、宗像さん、危険だからホテル泊まりをお願いしていたのに、なんで帰ってきちゃったんだ。 I know。 え？ I know。 皆まで言うな、新田くん。心配してくれるのは嬉しいが、僕もね、男なんだよ。この宗像夏夫、君が頑張っているのに自分だけ難を逃れてぬくぬくとホテル暮らしなんてできやしないんだ。だから帰ってきた。やっぱりお金が足りなくなりました。ここを使わせてもらってる家賃みたいなものです。今度こそお金受け取ってくださいよ。いや、受け取れない。手持ちの金が尽きたのは確かだが、心は認識さ。だからここにいさせてくれ。困ったな。これ以上無理を言うのもなんだし、じゃあ俺が出ましょうか。それは僕の気持ちが許さない。追われてるのに寝カフェ止まりなんて危険すぎるし、君はここにいるんだ。僕もここにいるんだ。わかりましたよ。本当気をつけてくださいね。てか宗像さん、アグルのこと何かわかりました？ごめん、まだ。やれやれ。ここは俺が何とかする。頑張ってみる。完璧。やった、倒せた。任された。この調子。
私の番。よしっと、終わりよ。まだ足りないんだ。待ってる。念のため。はっ、それ取れてないよ。行くわよ。よし、行くよ。
行くよ。なにこれ。よしっと。頑張るね。完璧。倒せた。まずいかも。任された。バッチリ。私が終わらせる。完璧。行くよ。よしっと。私の出番ね。現実オブジェクトだ。現実オブジェクト？何ですかそれ。本来現実世界にしか存在し得ないアイテム群をそう呼ぶことにした。分かりやすくていいと思います。プログラマーさんらしいですし。時はにも言われたよ。ま、それはいいとして、今度のは一体何だ。古文書から取れたページのようですね。文字が、これは何語でしょう。ギリシャかな。ちょっと読めません。ただ文字と一緒に描かれてる図説の印象では錬金術とかの本だったのかもしれませんね。錬金術ってあれか、金を作り出すとかなんとか。はい、賢者の石とかああいうのです。夢があって大好きです。使用としてお前が置いたアイテムじゃないのは確かなんだよな。ええ、それは確かです。シーナ、シーナ。え、ああ、はい。何でしょう。先ほどからそれを見たまま黙ってしまわれたので心配になりまして。あ、ごめんなさい。何が書かれてるのかなってつい見入っちゃいました。シーナでも読めないのですか。私にも見たことのない文字ばかりで。何の本だったのでしょう。私も初めて見る文字だ。オーガ文字でもエルフ語でもなさそうだな。私も読めないな。なんか難しそうなことが書いてありそうだよね。変だな。現実オブジェクトはどれも一貫してわざわざ目につく場所に置かれているような気がする。よし、とりあえずこれは拾っとこう。今わからない謎は後で解ける。バイセリカ、さあ進もう。金言きた。さすがは伝説の冒険家様なのだ。
任された。行くよ。
敵。私の出番ね。ちょうどいいハンデね。バッチリ。やっやっ。終わったよ。いい戦いだったわ。念のため。私の出番ね。ここは引くわよ。ありがとう。古い本のページペライチ。こんなものどう調べればいいんだよ。新しい現実オブジェクトかい？はい。どうせまた検索結果が消えているようなキーワードにたどり着けば正解なんでしょうけど。真理のかけらと言ったっけ。その制御構文のような文字列でオデッセイのバグを直してると言ってたよね。そうですけど。By the way、新田君、それってさ、直す必要はあるのかい？そもそも全部直せるのかい？え？フレキシブルに考えていいんじゃないかなって。僕らの目的は、とにかく椎名ちゃんをクリアに導き、エンディングログアウトさせることだ。完全にバグを駆逐できていなくても、そこだけ達成できれば勝ちなわけで、わからないものについては、わからないままでもいいんじゃないかな。そうは言ってもこのままシーナがラスボスまでたどり着いてそこで重篤なバグが残ってたせいでクリアできなかったらどうします。このゲームで死亡者だって出てる。失敗は許されないんだ。手探りでも可能な限り手を尽くし続けるしかないじゃないですか。Of course。 そうだよね、わかってる。ただ僕は君が全部一人で何とかしなきゃってあまり気負いすぎない方がいいかと思ったんだ。分かってます。気を使ってもらってること。こんなの八つ当たりだ。すみません、許してください。気にしないで。僕の方でももう一度アグルにアタックをかけてみるよ。こっちは会社の住所も分かってるんだ。もしまた取り継いでもらえなかったら今度は一緒に直接乗り込んでみよう。はい。厳重警備だから門前払いの可能性大だけどね。お、ニュースやってる。
6時のニュースです。依然、世界各国で頻発しているサイバー攻撃について続報をお届けします。一連の騒動の主犯として都内にあるソフトウェア制作会社エニグマの代表取締役社長ベルナー・グロック氏が不正指令電磁的記録作成の疑いで指名手配されました。な、おいおい、レアリー、マジかよ。依然行方が分からなくなっている同社従業員水無新太容疑者27歳、時和澄香容疑者25歳、リリア・ノーラン容疑者22歳、アスカゼリン容疑者32歳、以上4名も指名手配されています。なお、エニグマ社から発信されたとされる不正アクセス記録を開示した日本アグル社は以下のように声明を出しています。アグル、あ、はい、水無しか、木泉刑事、どういうことだ、お前らに逮捕状とは。聞きたいのはこっちですよ。経緯がわからん。刑事課が捜査資料を上に上げてもいないのに今日いきなりこうなっていた。上層部からのお達しだ。全ての手続きをすっ飛ばしての異例のスピード決定。水無し、お前らの相手は想像を超えてでかいのかもしれんぞ。木泉さん、こうなった以上もしかして。ああ、俺はお前らの敵だ。捕まるな。逮捕したら警察はお前らに容赦しない。もうそっちから電話もするな。じゃな。この人も協力してくれなくなるのか。待ってください。それじゃ最後にこれだけ伝えます。行方不明の娘さん楓さんのことについて。何？閉鎖中のオンラインゲームワールズオデッセイ上に楓さんと思わしきプレイヤーがいます。俺が逮捕されたら日泉さんが俺の仲間の二宮椎名や他のプレイヤーたちと一緒に彼女を助けてあげてください。意識を失わせてプレイするフルダイブ形式のゲームだ。きっとサーバーを動かしているアギル社がみんなの体がどこにあるのか手がかりを持っているはずなんだ。彼女たちが何の陰謀でどんな目的で拉致されてこんな被検体みたいなことさせられてるのか知らないが誰かが助けなきゃいけないんだ。そうだろ。本当にムカつく野郎だ。くそ、どうすればいいんだよ。味方がもう誰もいない。あの、僕は頼ってもいいんですか。世間では容疑者、犯罪者にされた俺が。ああ、うん、そういえば僕は指名手配されていないもんね。出ていきます。さすがにこれ以上迷惑はかけられません。だけどこうなると危険だからって避難させた時和やリディアたちは大丈夫か。あららららら、まさかもう警察の手が？くそ、早すぎる。あ、ニュース見た？あらと。リディア、お前なんで帰ってきたんだよ。ここには近づくなって言ったろ。しょうがないじゃない、指名手配されてんだから。時はお前まで。
逃げるところはないみたいですね。アスカセ、出戻りました。騒ぎが収まるまでここから出ません。よ、その口調やめろ。シャワーがあってよかった。え、宗像さん、あなた指名手配されてないんだからさ、ご飯買ってきて。あたしらもう外出れないから。いいけどさ、飲み物もいる？しましょう。あなたには私たちがいるわ。アラタ、あんた泣いてるの？こう見えて年上ロリのリンちゃんは深みのあるバブ満たすからね。仕方ないね。うるせえ。しかしどうするかな。指名手配まで出されちゃアグルに乗り込んでもスピーディーに通報されて逮捕だよ。攻めづらくなったのは確かですね。今からしっかりと作戦を練りましょうか。で、泣き虫新たは何調べてんのよ。何これ、古文書？ああ、錬金術の文献だね。お前一目見てわかるのか。まったく、四六時中おかばんに張り付いてるスミカさんをなめんなっつーの。あんたその程度の知識でオカルトの世界と戦おうとしてたの？へそ茶だわへそ茶。ほれ行くよ図書館。真理のかけら探すんでしょ。心当たりがあんのよ。外に出たら危ないんじゃないのかよ。ポリスに見つかんないようにすりゃいいんでしょ。はい、マスク、帽子、サングラス。前、いつの間にそんなもの用意したんだ。今リディアと一緒に百均で揃えてきたのよ。どうよ、使えるっしょ。もっとあたしらを頼りなさい。わかったよ。ギリシャ語だったから翻訳される前のやつね。ってことはこれだよきっと。錬金術か。
アニメとかの作品でしか知らないけど、本当に存在するものなのか？まあ、鉄くずを黄金に変えようとした欲張りの疑似科学だとか、中世の詐欺師の技術だとか言われることもあるけど、実際にはちゃんと実践実験を含めて研鑽を積まれてきた学術的側面もあるよ。ざっくり言うと、クズ鉄なども含めて金属を生き物と考えて、魂から不純なものを取り除いて純粋にするっていう神秘学的な考え方とかも包括しててね。へえ、意外と眉唾ばかりの話でもないのか。まあ、秘伝だとかって排他的だったり、神の啓示に基づく哲学とかいろいろ入ってるから、そりゃ怪しまれるよね。さらにざっくりだけど、不完全な存在を完全な存在に作り変える神聖な術なんて考えもこの頃に生まれて、人から神を創造してこの世を掌握しようとまでする秘密結社の走りみたいな連中もこの時代にたくさん現れたんだよ。秘密結社か。で、新たがオデッセイの中で見つけた画像のページってこれだわ。ほら、ぴったり同じ。この一節がこの文献からの引用なんだよ。あって、あれ、これは、これ例のソースコード、真理のかけらじゃないか。どう見てもそうだよね。初めてじゃない？手書きだなんて。誰が一体？いや、待て、この筆跡、俺の文字じゃないか。マジで？本当だ、この下手くそな字。何してんのあんた、大丈夫？知らねえよ。筆跡は俺のに近いけど、これは絶対俺の書いたものじゃない。そんだけ必死ならそうかもね。とりあえず自分図書館カード持ってるから、今後と借りてこうか。頼む。よし、戻ろう。なあ、時は、付箋のことも気味悪いが、さっき出た秘密結社の話、あっちも気になることがあるんだ。ん？エリザが動かないんだよ、俺のスマホ。え？っていうか、なんで急にエリザの話？この前、宗像さんがアグルの検索エンジンから世界の情報を吸い上げてる、人類支配が目的の秘密結社がある騒いでてさ、それをエリザに聞いたら脅しみたいなセリフを吐いて高笑いした後起動しなくなったんだ。マジで？怖っ。気になるのが、その脅しのセリフの中にアイリスはどこだっていうのがあって、俺が昨日ウサギに拉致された時も奴らアイリスを渡せって脅してきたんだよ。どっちもアイリスって言ったんだ。ああ、エリザはアグルの提供するサービスだろ。奴らとウサギの連中はつながりがあると見ていいんじゃないか。アグルと秘密結社がつながるか、気持ち悪いね。てか、アイリスって何？みんなで調べてみよう。戻って作戦会議だ。何なのか分かればこっちの武器になるかもしれない。うん、やったろうじゃない。
少し教えてほしいことがあるんだけど。あんたが？珍しいわね。入社した頃は実力なんて似たようなものだったのに、いつの間にかすごい差をつけてくれちゃってさ。教育担当が違うんだから違いだって出るだろ。そういう問題じゃない。で、何が聞きたいの？ああ、それなんだけど、お前古い言語も得意だったよな。うん、まあ一通りはね。俺もここ最近隙間の時間使って勉強してるんだ。でもいくつかわからないところがあってさ。教えるのはいいけど、なんで急に古い言語なんて始めたの？社長から言われたんだよ。社長命令なのね。ちょっとそっち詰めて、画面見せて。どれどれ。ああ、これか。キーボード借りるわよ。これはここがこうなって。ああ、なるほど。お前なんでこんな古い言語に詳しいんだ。この先もう使う機会なんてないだろ。ロマンよ、ロマン。わかった、どうせオカルト関係だろう。別にいいじゃない。それより他にわからないところはないの？ああ、あとは、あ、少し離れよう。どうしたの？いや、別に。じゃあもっとこっち来なよ。そこじゃ画面見えないでしょ。ああ、いや、まだ遠いんだけど。もしかして自分と近いの嫌だった？いや、そういうわけじゃなくて。見えそうだったんだよ、胸元。って、なんでそんなとこ見てるのよ。教えてるんだから画面見なさいよ。悪かったって。でも別に見たくて見たわけじゃ。何よ、じゃあ見たくなかったって言うの？めんどくせえな。自分はあんたなら別に気にしないのに。嘘つけよ。